皆さんこんにちは、松田ひかるです。本日はチェンジアップについて、説明していきたいと思います。でチェンジアップは、僕がピッチング始めてまず一番最初に覚えた球です。で人によってはもうものの10分とかで投げれるようになる球です。ですがそのライズとかドロップと違って前後緩急っていう使い方をするボールなので非常に有効な球なんですね。世界選手権で僕がパワーのある外国人を抑えられたのも本当にチェンジアップがあるチェンジアップがあったからなんですね。例えばトップ選手140キロとか投げる外国人選手もいるんですけどやっぱりチェンジアップがないと、打たれてしまう。チェンジアップがあるからこそ速い球が生きるそんなボールなのでぜひ、習得してもらえればと思います。本日は1つ目はチェンジアップの握りについてそして2つ目は投球メカニズムについて説明していきたいと思います。ご覧ください。どうぞ。はい、まずはチェンジアップの、握りから説明していきます。チェンジアップはどんな握りでも投げることができます。で、どんな握りでも投げれるんですけどおすすめとしては自分の持っている球種の何かと同じ握りをしてもらうといいと思います。それがストレートと言われる、ドロップであったりライズであったり自分が投げやすいもの投げやすい握りでいいので何かと同じ握りしてもらうといいと思います。でそれなぜかというとどうしてもこうピッチャーってこういう動きの中でどこかこう手が出てしまう場所があります。でその時に例えばチェンジアップだけ5本指で持ってるってなるとバッターがあれなんか指が多いななんか変な握りだなって思ってあこれチェンジアップじゃないかなって打席内で思ってしまうのでそういうのに、対応するために何かと違う球種と同じ握りで持ってもらうといいと思います。ちなみに僕はライズボールで基本的には握っています。ですが握りを明らかに見ているなっていうバッターの時はドロップの握りでチェンジアップを投げたりすることもあります。はい、ではチェンジアップの投げ方ですね説明していきたいと思います。実はチェンジアップの投げ方っていうのはいくつかあります。でまずは僕が投げている投げ方で説明していきたいと思います。セットして振り上げここまでは、全球種一緒です。でこのトップが出てきたらこっちボールを二塁方向に向けてください。でこっからひねっていってバックスピンがかかるようなイメージで手の甲からリリースします。でなんでこう手の甲からリリースするかっていうとブラッシングしてドロップの場合はこうボールの後ろに指が入ってボールを押すっていう形を取るんですけどどっちかというと手首の力を使わずに指の力をボールに伝えずに投げるっていうイメージで投げています。で僕は手の甲から出すイメージしてるんですけど実際は多分ここまで回りきらずにこのぐらいで離れてます。なので自分がこう意識してるよりも体ってこう動かないものなので小指からこうひねって小指からリリースするイメージを持つと手の甲ぐらいで返ってバックスピンがかかるようなチェンジアップが投げれます。でも僕的におすすめはこのぐらいで抜けるチェンジアップがおすすめなんですね。
これなぜかというと、その自分の一番速い球、僕の場合ドロップなんですけど、と球速差が20から25ぐらいが自分は一番打たれにくいなというふうに思っています。チェンジアップって遅ければ遅いほどいいものではなくて、特にバックスピンがかかったチェンジアップっていうのは投げた瞬間にバッターからするとすごい違和感があるんですね。なので30キロ40キロ遅くなっても結構待たれちゃうこと多いんです。なのでこう手の甲をイメージしてるんですけど、実際このぐらいで抜けると、まあ20キロぐらいスピードが遅くなるので、そのぐらいの方が投げた瞬間にバッターがどっちかわからない。でもちろん高めに投げてしまうと待たれやすくなってしまうので、チェンジアップ投げるときはボールの高さを、すごく意識してもらうといいと思います。ホームベースよりもちょっと奥にワンバンさせるイメージ、そのぐらいの高さで投げてやるとバッターどうしても手出てしまうので、チェンジアップの時は特に高さを意識するといいと思います。はい、では他に、投げ方いくつかあるので紹介したいと思います。ここまでも全部一緒ですね。で、投げる瞬間に腕をストップさせるっていう投げ方もあります。ただこれはちょっと投げた瞬間にこういう動きになるんでバレやすいんですね。ですが腕を止めるだけなので簡単といえば簡単です。だからまあそうやって投げる人もいますし、リリースするときにもうこっち側にひねってくださいって言ったんですけど、逆にこう投げるチェンジアップ、こう投げて遅い球を投げるっていうピッチャーもいます。ちなみに僕はこの投げ方できないので実践して見せることはできません、すいません。で、注意点なんですけど、その球を遅くしたいっていう気持ちが強すぎて、もうフォーム自体が全部遅くなってしまうっていうピッチャーもいるので、それだけちょっと、気をつけてもらいたいなというふうに思います。フォームが遅くなるとバッターもあ、チェンジアップだなっていうふうに思ってしまうので、思い切って速い球を投げるときとなるべく同じフォームで、投げてもらうといいと思います。はい、じゃあチェンジアップについて説明していきたいと思います。チェンジアップも、トップを作るまでは全て同じ動きしてください。ここで違う動きが入ってしまうと、球種バレてしまう恐れあるの でトップをしっかり作ってひねる、そうですね。で、自分の意識としてはこれ手の甲から返してるんですけど、まあ、実際は手返りきらずにリリースして投げ終わった後に返ってるっていう形ですね。これがで、まあ遅くなりすぎるとバッターからしたら投げた瞬間にチェンジアップ分かってしまうので、このぐらいのリリースが一番いいんではないかなというふうに思います。はい、いかがだったでしょうか。このチェンジアップというボールはライズ、ドロップなんかよりも実はすごく使い勝手がいいボールで、投げやすいボールなんで、ぜひチャレンジしてみてください。このボールがあるだけで、いろんなバッター、強打者抑えられるかもしれません。では、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。ヒラキンソフトボール TV ではこれからもソフトボールの教科書となるような動画をどしどし配信していきます。皆さんからのたくさんのいいねお待ちしてます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Let's enjoy softball!